サイコビリーとは、1980年代にロカビリーから派生した音楽のジャンル、ホラーパンクの影響を受けている。サイコビリーという言葉自体は、1976年にリリースされたジョニー・キャッシュのワンピース ATA タイムで使われたのが初めて。この曲自体は、サイコビリーに分類されないが、歌詞の中にサイコビリー・キャデラックという部分がある。ポイズン・アイビー・ロール・シャッハは、 76年にサイコビリーの言葉が生まれた時、クランプスらはあまり意識的でなかったと語っている。初期の代表的バンドには、クランプス、メテオズ、フレンジー、バトモービール、グアナバッツ等がいた。メテオスはサイコビリーの創始者とされる。ザメテオスネオロカビリーのバンドからの影響も見られる。ウッドベースでのスラップ奏法を多用した激しい演奏が、 サイコビリー共通の特徴であり、ほとんどのバンドが同様の形式をとっている。演奏の特性上、ピックアップはノイズやハウリングに強い EMG がよく使われるが、スラップ音も重視されるため別のピックアップマイクで、指板裏から直接アタック音を拾うことが多い。しかし好みによっては、ピエゾタイプのピックアップを使用しているものもいる。ギターは、特に初期においては、 ロカビリー同様グレッジなどのセミアコの使用が多かったが、後にメタルやハードコア傾向の強いバンドはソリートギターの使用も増え、幅は広い。プレイにおいてもギャロップ奏法を駆使したホットリックを弾くギタリストもいれば、ほとんどパワーコードのみの場合もある。前述の通り現在は音楽的に色々なジャンルの影響を受けた様々なスタイルのサイコビリーバンドが存在し、 それら特別するために80年代末くらいまでの比較的ベーシックなスタイルを初期サイコと呼ぶ傾向もある。ヘアスタイルに関してはトップを残しサイドを刈り上げたサイコ狩り、フラットトップと呼ばれるスタイルが特徴的である。またバンドによっては血のりや特殊メイクを用いたホラーメイクをしている場合もある。服装は ロカビリーとパンク双方の影響が強く、エドワードジャケットや、秒のついた、ライダースジャケットなどが定番である。また、80年代という時代背景もあり、スケーターファッションも一部取り入れられた。靴もラバーソール、ドクターマーチン等を履くスタイルが多く、パンツの裾は、ブーツインする場合がほとんどである。こういったスタイルの中において、上記のサイコバリという髪型をしているものはパンクスに、 対して、サイコスと呼ばれ区別されている。ザ・ネクロマンティクス・サイコビリーのライブには、レッキングと呼ばれる特有のモッシュが存在し、これは、周りの者のと殴り合うというものである。当事者の中には見えないルールがあるようで、笑顔で殴り合い、喧嘩らしい喧嘩は不思議と起こらない。ありがとうございます。